今日のテーマは富裕層がやっていた誰でもできる節約法です。私30年間 JAL でキャビンアテンダントをしていまして、今はデパ地下でサラダを売っています。人生34年もかけて接客をしているとですね、自分の力で稼いで富裕層にまでのし上がった人たちと接する機会がありまして、皆さんもご存知だと思うんですが、そういう人たちってお金に関してとってもシビアなんですよね。だからこそ超お金持ちになれたと思うんですが、使い切れないぐらいの資産があるにもかかわらず、無駄なお金を支払うことや納得がいかないものに対してお金を払うっていうことをとっても嫌います。結論としてですね、稼げる人というのはお金をとっても大事にしていて、全てのことをトータルで考えています。支払うお金に対して自分の労力が見合っているのかや、買ったものがその後一体いくらで売れるかなど、社会の仕組みをよく理解した上で考えているので、生きる力が強いんだと思います。例えば私みたいに長く会社員をやっているとですね、源泉徴収や年末調整を会社がやってくれてしまうので、自分が損をしていることでさえ気づいていないっていう実態があるんです。社会保険について学んでいないから、貯蓄型保険みたいな手数料が高い保険に入っていたり、勘違いした生き方をしているからお金がたまらないのではないかと思うんです。そこで今回は、自分で稼げる富裕層の人から教えてもらった私にもできそうな節約術を22個ご紹介します。では行ってみましょう。富裕層がやったことがある節約術の一つ目が、10年以上前の古い据え置き家電を買い替える、これです。資源エネルギー庁によると、電気を食いがちな家電製品は次の通りなんですね。こんな感じになっています。世帯あたりの電気使用量に占める各家電製品の世帯使用量の内訳は、1位が冷蔵庫、2位が照明で、3位がテレビ、4位がエアコンなんですね。こういった大型家電は10年以上の前の商品と比べると省エネ精度が段違いに進化しています。特に冷蔵庫の進化が目覚ましくてですね、古い冷蔵庫を省エネ精度が高いものに変えるだけで、消費電力量が3分の1から半分になっているんですね。つまり古い冷蔵庫を省エネ性能が高いものに変えるだけで、年間にすると8000円から1万円の電気代の節約ができるんです。もちろん冷蔵庫が20万とか30万するので、電気代節約のためだけに買い替えるのはよくありません。ですが、今使っている冷蔵庫の冷蔵機能とか冷凍の機能がおかしくなってきたとか、容量をもうちょっと増やしたいなって思った時に、省エネ性能もしっかり視野に入れて考えると節約ができますっていうことなんです。時短家電や省エネ家電への投資は企業の設備投資みたいなものです。ボーナスが多く入った時や、副業で思わぬ収入が出た時に、そのお金を無駄にせずに設備投資に回すことで、家計における固定費の割合が下がって、生活の満足度も向上するんですね。私は大は小を兼ねると思って600リットルの冷蔵庫を5年ぐらい前に買ったんですが、逆に買い置きが増えてしまってですね、とっても逆効果でした。では次に、富裕層がやったことがある節約術2つ目ですね、電灯を LED にするです。これですね、電灯を LED にするとですね、冷蔵庫が電気食い虫ナンバーワンなんですけど、次の座にいるのが照明器具なんですね。蛍光灯から LED に変えるだけで、電気代は5000円から8000円安くなります。例えばパナソニックのシミュレーションサイトでは、この通りなんですね。こんな感じになっています。部屋数が多ければ多いほど効果が高いので、家族持ちで 2LDK や 3LDK に住んでいるような人は、ぜひ積極的に LED 化を進めてみましょう。冷蔵庫と違って設備そのものの料金が安いので、簡単に元が取れます。では富裕層がやったことがある節約術3つ目がですね、節水シャワーヘッドにするです。地球に優しく節水にもなる節水アイテムの活用ですね。2023年の総務省家計調査によると、各家庭の年間水道料金は次の通りなんです。独身世帯が2万7000円で、2人世帯が5万2000円、3人世帯が6万8000円で、4人世帯が7万8000円なんです。つまり月に2000円から6500円かかっていることを考えると、意外に大きいですよね。シャワーヘッドを節水タイプのものに取り替えるだけで、普段と変わらない使い心地で、これはメーカーの主張によるものなんですけど、月間 20% から30% の節水が期待できます。元々の水道料金にもよるんですけれども、1年間で1万円から2万円の節約になります。私はミラブルのシャワーヘッドを買ってみました。取り付け方がちょっと難しかったですが、今は快適に使っています。次に、富裕層がやったことがある節約の4つ目がですね、 NHK 受信料を年間払いにするです。これですね、 NHK の受信料は年間口座振替やクレジット払いで12ヶ月分前払いすると安くなるんです。衛星契約の場合、継続振込で2ヶ月払いなら2230円、口座振替クレジットカードで12ヶ月前払いなら月にすると2020円安くなります。次に、富裕層がやったことがある節約術の5つ目ですね、テレビを捨てるです。
テレビを見ていない人はテレビを捨てている人もいるそうです。テレビを持っているだけで年間3万2000円のコストがかかっています。 NHK の受信料が2万4240円で、電気代が2000円から5000円とすると、今の時代テレビがなくてもスマホやネットで情報が取れるっていう風に思っているそうなんです。私の場合はですね、 NHK の連続テレビ小説が好きで、大河ドラマも大好きなので、テレビは絶対に捨てられません。そして年末は紅白歌合戦を見ています。では次に、富裕層がやったことがある節約術の6個目です。国民年金保険料をまとめて払うです。これですね、フリーランス向けの情報になるんですが、国民年金保険料は2年分まとめて納付すると安くなるんです。2年分まとめて納付するとトータルで言うと 15,820 円も安くなるんですね。1年あたり 7,910 円の節約ができます。さらに月額400円の付加保険料を納付するとですね、200円かける付加保険料納付分年金受給額が増えます。最大で200円かける480ヶ月なので、年間の年金受給額が 9万6000 円も増えるんですね。これはお得ですよね。通常の国民年金受給額は80万円なので、そこに9万6000円をプラスできるっていうのは結構大きいですよね。たった2年で元が取れるお得な制度なんで、フリーランスの方は保険料2年分まとめて納付して、年間7910円の割引を受けて、そしてそのお金を使って月額400円の付加保険料を納付しましょう。では次に、富裕層がやっている節約術の7個目ですね。電気毛布を利用するです。節約のための暖房器具は電気毛布がおすすめだそうです。1時間あたりの電気代はエアコンが3円から58円で、セラミックファンヒーターが32円、電気ストーブが24円から28円で、オイルヒーターが13円から19円、そして電気毛布がなんと1円なんです。もうダントツで電気毛布がお得なんですね。冬の間3ヶ月毎日6時間平均して使ったとして、セラミックファンヒーターなら約1万7000円かかりますが、電気毛布なら1000円もかからないんです。電気毛布に変えるだけで年間1万6000円も節約できるんですね。さらに空気も乾燥しにくいし、頭がぼーっとしたり眠くなったりしないし、人によっては意外に悪くない選択肢かもしれません。では次に、富裕層がやっている節約術の8個目ですね。これはコンタクトをメガネに変えるです。この数十年でメガネの性能は劇的に高まりました。ジンズやゾフといったようなブランドなら1万円程度の価格で、軽量で壊れにくいフレームが薄型のレンズを使うことができます。一方で使い捨てコンタクトレンズの場合、年間で3万円から6万5千円ぐらいのコストがかかります。つまりコンタクトをメガネに変えるだけで、年間1万8千円から5万円以上の節約になるわけです。使い捨てじゃないコンタクトは手間もかかりますし、多くの眼科医がコンタクトよりもメガネを推奨していて、眼科医がメガネをかけていることをを鑑みると、メガネの方が目にいいのかなってわかりますよね。ちなみに私の友達は ICL 眼内コンタクトレンズの手術をしました。手術費用は50万円ぐらいかかったそうです。以前は使い捨てコンタクトレンズ代が毎月1万2000円かかっていて、50万円台の手術代は 3,4 年で元が取れるっていうことなんですね。コンタクトやメガネの手間もなくなるし、災害時とか夜に突然起きても目が見えるって安心感があるって言っていました。興味がある方はぜひ ICL を調べてみてください。では次に、富裕層がやったことがある節約術9個目ですね。タバコをやめる、これです。タバコを吸っている人は平均で月12,000円、年間にすると144,000円タバコ代に使っているそうです。月5,000円以上使っている人が4人に3人もいるんですね。禁煙に成功すればこれが全部浮くんです。お金も失うし、健康も失うっていう感じでですね、タバコを吸わない富裕層の人が多いんです。印象的な言葉で、せっかくお金を稼いでお金持ちになったのに、健康を害して早く死んでしまってはお金を使う時間が少なくなってしまうって言っていました。ちなみに私の父はヘビスモーカーでした。肺がんで79歳で苦しんで亡くなってしまいましたが、一度も後悔することはなく、時代がそうだったからって言っていました。私はタバコを吸っている父が大好きでしたし、肺がんで苦しんだのに後悔なんてしなかった父がかっこいいなって思っています。では次に、富裕層がやっている節約術10個目です。メルカリで不要なものを売って、メルカリで必要なものを買う、これです。子供の服やおもちゃやゲームなど、成長により使えなくなってしまうものって多いと思うんです。メルカリのようなフリマアプリで売ったり買ったりして起業している人もいます。例えばゲームを5000円で買ったとします。遊び倒した後に中古が出回る前に4000円で売ったなら、実質1000円で遊べたっていう、こういうイメージですね。メルカリは大変手間もかかる作業が必要ですが、マーケット感覚を身につけることができて、さらに節約もできるっていうお得な手法です。私は着なくなった洋服をメルカリで売っていましたが、洋服って300円とか
か500円でしか売れなくて、梱包して配達してという手間暇が面倒で嫌になってしまいました。ただ使わなくなった携帯電話やスマホ、タブレットなどは思った以上の価格がついて、5000円だったり1万円で売れたものもあるので、ガジェット系は強いのかなと思っています。では次に富裕層がやっている節約術11個目がですね、薬はジェネリックを選ぶ、これです。ジェネリックとは後発薬品のことで、厚生労働省が新薬と同じ有効成分効果があると認めている薬で、ざっくり薬代が 6割から8割も安くなるんです。持病があって通院している人はジェネリックにするとかなり節約できます。年間数千円から1万円以上の節約も可能なんです。では次に富裕層がやったことがある節約術の12個目がですね、コンビニに行かないです。これはコンビニが大好きな私は絶対無理な話なんですが、教えてもらったのでご紹介します。コンビニに置かれている商品って割高ですよね。スーパーやネットで買えば60円から70円のペットボトル飲料が250円台で売られている世界なんです。大手コンビニ3社が120万枚のレシートの中からお客様の買い物の分析をしたところ、1回あたりの平均利用額は600円だったそうです。コンビニはこういったビッグデータをもとに、何月に何をどうやって売れば割高な価格で買ってもらえるかを本当によく研究しているそうです。もし週3回行けば1800円、1ヶ月で7200円も飛んでしまいます。本当に必要なものでも割高な上、不要なものを買ってしまうリスクも高いので、節約優先の人はコンビニに行かないようにすることがいいのかもしれません。では次に富裕層がやったことがある節約術の13個目です。これはお菓子を買わないです、もしくは量を減らす、これですね。お菓子は美味しいけれども強い依存性があるといて、お医者さんの中にはお菓子をマイルドドラッグって呼ぶ人もいるそうです。コカインや覚醒剤のことをハードドラッグ、大麻やマリファナのことをソフトドラッグ、そしてお菓子のことをマイルドドラッグと呼ぶそうです。お菓子には砂糖や果糖、人工甘味料、それに塩や油が大量に使われていてですね、根性や気合では克服できないレベルの中毒性があるんです。2024年の総務省統計局の調査によると、月にお菓子にかかる費用は6000円から7500円で、年間に計算すると7万2000円から9万円にもなるんです。さらにお菓子を常習的に食べることで虫歯や糖尿病、肥満のリスクが高まり、医療費の負担が増加する可能性もあるんです。無駄な支出と健康リスクを減らすことを考えてみましょう。私はわさび味のポテトチップスやチョコフレークが大好きです。では次に富裕層がやったことがある節約術14個目がですね、銀行口座からお金を下ろす際に ATM を使わない、これです。ちょっと古いデータですが、2013年のソニー銀行の調査によると、3人に1人が日常的にコンビニの ATM でお金を下ろしていて、その手数料は年間で3000円以上もするそうなんです。2024年現在、楽天銀行なら預金額が50万円以上の場合、月間取引10件以上で ATM の利用料が月2回まで無料になり、他行への振込手数料も2回まで無料というサービスが提供されています。このような条件を満たすことで手数料を一切支払わずに利用することが可能です。稼げる経営者たちっていうのは、こういった小さな手数料に大変敏感な人が多くてですね、資産運用においても投資するファンドの手数料が 1% 以上ならぼったくりだと怒りますし、 0.09 以下のファンドを探すみたいな、無駄な手数料は1円たりとも払わないということを徹底していてですね、それが積み重なれば長期的に大きな成果になるとトータルで考えているっていう感じなんです。では次に富裕層がやっている節約術の15個目がですね、還元率の高いクレジットカードを使う、これです。皆さんが使っているクレジットカードの還元率は何パーセントですか ?2021 年の場合、クレジットカードの還元率の平均は 0.5% です。還元率が 1% を超えると、高い還元率って言われています。もし毎月クレジットカードで10万円決済しているなら、年間で120万円になります。そうすると、還元率 0.5% のクレジットカードなら6000ポイント、還元率 1% のクレジットカードなら12000ポイント、年間で6000円相当の差が出ます。どんなクレジットカードか気にしないっていう人は、高い還元率のカードを使うことがいいのかもしれません。楽天カードを使って楽天経済圏でお買い物をすると大量の楽天ポイントが降り注いできます。また楽天証券と楽天銀行のマネーブリッジをすることで、通預金金利が通常 0.02% のところ750万円なら 0.1% です。今は他の銀行は金利が 0.001% から 0.002% なので、100倍の金利は大きいですよね。では富裕層がやっている節約術の16個目が、ペットボトルは買わずに水筒を持参する、これです。
コンビニで1本160円のペットボトルを毎日買っていたら、年間5万8400円も使うことになるんです。例えばこれを楽天市場で24本で2800円のペットボトル飲料を買ったりして、月に1セット消費するだけで年間で3万3600円もかかります。水筒で飲み物を持参すれば、水道水は基本的に無料ですし、ティーバッグ代も30個で250円程度です。月にかかる費用は500円程度です。これを考えるとペットボトル飲料を購入することは非常に割高であり、節約を考えたらペットボトルは節約の敵ってなるんですが、私はステンレスの水筒を持ち歩いているんですが、水道水を入れるとなんか匂いが気になるような気がするので水出し紅茶を飲んでいます。でもよくいろんなところに置き忘れて、結局ペットボトルの飲料を買ってしまいます。特に夏場は炭酸水が好きなので、シュパーッと開けてプハーって飲むっていうのが私の幸せになっています。まあここは節約よりも心の豊かさの方が大事なんやないかなって思っています。これだけ紹介しといてなんやねんっていう話なんだけど、そうなんです。では次に、富裕層がやったことがある節約術17個目がですね、本は電子書籍を読む、これです。私は持っていませんが、電子書籍を使っている人から聞くと、電子書籍は紙の本に比べて1割ぐらい安いそうなんです。よく開催されているセール時だと 50% から 70% 引きなんてことが本当によくあるみたいで、さらに電子書籍は場所を取らないので本棚がいらなくなって、人によっては掃除の手間も省けて、引っ越しの手間も省けて、さらにスペースが空いたので部屋をサイズダウンして安い家賃に引っ越したっていう人もいるそうです。電子書籍リーダーは1万5000円ぐらいしますが、家賃を1000円下げられたら年間で1万2000円の節約になるので、1割引きで10冊買ったら結局1年後には7100円の節約ができるそうです。紙の方は中古で売れるからお得だっていう意見もありますが、売る手間暇を考えるとどっちがいいのかなっていう感じですね。でも私は紙派です。では次、富裕層がやっている節約術18個目が、日経新聞は楽天証券の日経テレコムで読む、これです。新聞っていうのは実は安くない出費なんです。日経新聞は朝刊と夕刊セットで月4900円です。1年間だと58,800円、約6万円になるんです。しかし日経新聞は楽天証券に口座を持っていればタダで読めるんですね。日経テレコン楽天証券版っていうデータベースが無料で使えるんです。これなら無料で日経新聞の閲覧が3日分できて、日経速報ニュースの閲覧が過去1年分できます。もちろん紙の新聞に比べると一覧性がないっていうデメリットがあります。6万円の節約か紙の新聞を選ぶかは個人の自由です。私は紙の新聞が好きです。新聞をパラパラめくるのは大好きです。楽天証券に入っているので日経テレコムも読めるんですけど、新聞紙一覧で読めるニュースが最高です。では次に、富裕層がやったことがある節約術19個目がサブスクを解約する、これです。サブスクっていうのはサブスクリプション、つまり一定の料金で物やサービスを使えるっていう便利なものです。2024年現在、サブスクリプションで代表的なものは Amazon プライム月額600円、これは Amazon で頼んだものが配送料が無料になり、たくさんの映画やドラマも見れるので大変お得です。 Kindle Unlimited 月額980円、200万以上の書籍やコミックが読み放題です。 Spotify 月額980円、約5000万曲の楽曲が聴き放題です。Hulu月額1026円、7万本以上の映画やテレビが見放題です。 Netflix 月額1490円、映画やドラマが見放題で有名なものがたくさんありますよね。確かに一つ一つは非常にコスパがいいんですが、3つも4つも契約していると使い切れてない人がたくさんいるなって思います。っていう私も Netflix と Amazon プライムに入っていますが、全然活用できていません。たまに Netflix で映画を見たり、地面紙とか見てみたり、 Amazon で重たいものを買うといったところです。でも一つ解約するだけで1年間で1万円の節約ができます。例えばこれを高配当株として考えると、高配当株30万円持っていて1年間で1万円の配当金を得られるので、30万円の高配当株を買ってから1万円を得て、そのお金でサブスクするっていう風な満足度の高い使い方もあるそうです。この話は100万円を渡された A 君と B 君がいて、3万円の時計を買うときに、 A 君は100万円の中から3万円の時計をすぐ買って97万円に減らしたけれども、 B 君は100万円を企業に投資して3万円の配当金を得てから時計を買ったっていう、こういうのと同じだと思います。でここからがもっと節約効果が高いものになるんですけど、富裕層の人たちっていうのは固定費に敏感です。つまり生命保険や医療保険のような毎月支払
払う保険に入っていない人が多いんです。私からすると億を超える資産があるから病気になっても不安はないんだろうなって思ってしまうんですが、実は若い時から保険に入っていないんです。その理由が何かっていうと、生命保険や医療保険の手数料が 40% から 90% でですね、それぐらい取られているっていうことを知っているんです。つまり100万円を支払った保険には90万円近くの手数料を保険会社に支払っているっていう仕組みになっているんです。そんなバカバカしいことをするぐらいなら掛け捨ての保険に入った方がいいっていう考えで、そもそも日本は公的医療保険が充実していて国民皆保険だし、高額療養費制度もあることや遺族年金があることを計算に入れずに、大手の保険会社が保険の営業をしてくるやり方を批判する人が多くてですね、保険に入るぐらいなら保険会社の株を買うっていうスタンスの人が多かったんです。つまり富裕層がやっている節約術の20個目がですね、保険の見直しです。例えば自分が月5000円以上の保険料を支払っているならば、これはかなり払いすぎだと思っていいでしょう。遺族年金や高額療養費制度を計算した上で自分の保険の見直しをしていくことを勧められました。では次に富裕層がやったことがある節約術の21個目が通信費の見直しです。大手キャリアだと月6000円以上の通信費を払うので年間で7万2000円ですが、格安 SIM で月1000円から2000円に抑えることができるんです。年間にすると1万2000円から2万4000円節約できます。その差額は4万8000円から6万円にもなります。プランによっては価格が8分の1に抑えることもできて、格安スマホの回線はそもそも大手キャリアの回線と同じなので通信品質はほぼ同等でコスパが大変いいんです。実際飛行機ではファーストクラスに乗っているのにスマホは楽天モバイルっていう人がいてですね、楽天モバイルならギガ使い放題なので外出先では YouTube を見まくっているっていう話を聞いてですね、私もすぐに楽天モバイルに切り替えました。今のところ何の問題もありません。動画の概要欄に楽天モバイルの解説リンクを貼っておきますので、外で動画を見るっていう人は活用してみてください。では次に富裕層がやっている節約術の22個目がですね、持ち家ではなく賃貸に住んでいる。これですね、お金持ちになる人の考え方っていうのは初期費用だけでなくランニングコストも含めて考えていてですね、最終的に物価や金利を含めて最後どう終わるかまで計算しているんで、長い目で見てトータルで考えているっていう話なんです。賃貸にして家賃を経費で落とすなど工夫をしている人もいました。まとめるとですね、日本の国民皆保険の理念は必要最低限で平等、これなので自己負担額は原則3割です。もし自己負担額が高くなっても高額療養費制度があって年収400万円だった私なら自己負担の限度額は8万円なんです。それ以上は払わなくて大丈夫なんです。もし一家の大黒柱が死んでも日本には遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、残された妻が一人で子供が一人なら受給額は年間で約100万円、15年受け取ったら約1500万円もあります。それなのに日本人の多くが年間平均で38万2千円の民間の会社に保険料を支払っているっていう実態が問題なんじゃないかと思うんです。だから支出の見直しをしながらも毎日の生活は普通に働いて、そうすることで加速度的にお金が貯まり、情報弱者から脱却することができて泥水をすすらなくていいのかなって思うんです。一個一個はなかなか細かくてですね、私自身全然できてないものばっかりなんですが、稼げる経営者の言うトータルで物を考えるっていうその視点が勉強になってですね、今回ご紹介させていただきました。自分の幸せだとか生き方の方が大事で、そういったものを大事にしたいなって私は感じています。ただ保険や通信費を見直しただけで生活が少し楽になった感覚があるので参考になったらいいなって思っています。節約はやりすぎると心が寂しくなってしまうし、ペットボトル買っちゃいけないとかコンビニ行っちゃいけないとかってなると生きる楽しみもなくなってしまうんで、やっぱりその辺は心とのバランスというかやってもらえたら嬉しいと思うんです。今日もご視聴ありがとうございました。